どうもこんにちは、しかぶです。異種最強図鑑バトルコロシアムやっていきたいと思います。今回はアンキロサウルス亜種です。で、まあスキルがね、あのスタンがあるんで、まああのステータスさえねちゃんと上げれたらかなり強いと思います。今回はアビリティは久しぶりに応急処置1、応急処置2を入れております。あんまりどうかなっていうスキル、アビリティですけど、まあちょっと試しにね入れてみました。はい、まずはね恐竜最強決定戦行ってみます。まあ一応ねスタンがあるんでなかなか強いと思うんですけど、ステゴサルサ種、まあ強敵ですけど、ちょっと命中が若干ねまだ上げきれてないんで、作戦の方で上げようかなと。はい、回避はもう元々はあまり上げてないんで、スタンが入ったらいいけどな。ちゃんとねステータスを上げたらね、かなり強いですよ。スタン入りましたよ。ワイプ強いな。アンキロサウルス亜種もこう極限集中とかでちゃんと上げ切ったら、まあまだ試してないけど下手したらね最強候補になるんじゃないかな。さあ続いては、お、アンキロサウルス亜種同士です。どちらも一旦目が始め、まあ一応ね攻撃はそこまで上がるタイプじゃないんで、極限集中なので攻撃力を上げたら、まあ、一気に強くなるんじゃないかな。あとね、命中もちょっとね、後半上がりにくいんで、まあ、回避が高いね、相手とかの対策で上げれたらいいかなと。トスさん、強いなぁ。アンキロサウルス亜種もね、ほんと強いと思う。上げれたら。で、最後、ステゴサウルス決勝は、もう作戦はもうずっと命中をね、上げていきます。これ今回ね、応急処置を遊びで入れてるけど、それ以外のを入れた方が、まあいいと思います。それ以外のを入れたら、さらに強くなるんじゃないかな。まあ命中上げとか、まあ攻撃上げとか、まああとは状態異常を直すやつとか、入れたらまたさらに強くなると思うんで、非常に強いな。スタンがあるのはね、非常に強いですよ。いや、もう本当あっけなく相手がバタバタと倒れていくな。強いです。はい、ダイヤクラス、最終研究大会。まあ、今回アビリティは、ちょっと遊びで2つね、応急処置系入れてるんで、それを変えたらもうトリケラトプス亜種にワンチャン勝てるんじゃないかなと思っております。あ、でも、ちょっと相性悪いの来たな。命中がね、ちょっと上げづらいんで、回避がこういうね、クズリ亜種とかクズリみたいに高いのには苦手かもしれない。攻撃が当たらなくなる可能性がある。ちゃんと攻撃が当たればもう勝てます。ただちょっと命中がね、不安なんで、スタン効果があるのはね、かなり有効ですよ。お、当たりました。スタン入るかな？スタン入った。よし、スタンで動けない。めちゃくちゃ強いぞ、アンキロサウルス亜種は。ちゃんと素早さ上げて、あと攻撃上げて、まあ、防御もね、ちゃんと上げたら、かなり強いです。あ、だけど、避けられたな。臭い匂い。お、応急処置。まあ、応急処置の代わりに、命中を上げたり、まあ、攻撃をさらに上げたり、
した方がいいと思います。傷ダメージさえ食らわなかったら勝てるとは思います。よし、当たった。あ、だけど、耐えるな。よし、スタンしました。このスタンが強烈です。スタンが入っております。これはもう対戦とかで使ったら結構強いんじゃないかな。アンキロサウルス足は。対戦でもなんか、かなり活躍しそうな感じですけど。よし、これ当たったら勝ちだ。当たりました。対戦突破。次、オオスズメバチ亜種。回避が高い相手が多いな。回避がね、高い相手が、ちょっと苦手かなと思うんで。ちょっと早送りできます。ロッククラッシュ当たったら、お、当たった。だけど、なんか結構、ダメージは耐えるな。あ、毒食らったな。体力はね、ちょっと少ないんで、毒が怖いけどな。しっかり当てないとやばいな。あー、避けたか、やっぱり。避けそうな気がした。ちょっと厳しいな。ちょっと厳しいな。これ猛毒なのな。うわ、いっぱい吹き出よ。毒が。よし、でも猛毒を直したぞ。これは当てたい。よっしゃ、当たった。ちょっと猛毒になったから焦ったけど、無事倒すことができました。次、決勝戦だ。お、アフリカゾア種。これも相性いいんやないかな。相性はいいと思います。ロッククラッシュ。ロッククラッシュです。ターンを入れてあげちゃいな。よーし、スタンしました。動けません。めちゃくちゃ強いぞ。アンキロサウルス足は、ほんと強い。おー、攻めの構え3。もうどうせならもう応急処置2つ入れなくて、もっとこのね、攻撃上げるか命中上げるか、そういうアビリティ入れとった方が良かったかな。もうあっさり倒した。決勝あっさり。いや、非常に強かった。はい、最終研究大会優勝いたしました。非常にね、なんか楽に感じる。でもスタンがやっぱいいね。はい、ということでアンキロサルサーシュできましたけどね、やっぱりね、強かったです。はい、ということでまた次回も、頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。